秋篠宮様、どこにも逃げ場がない、ま子様、賛同、下のりこ様の離婚宣言に涙。みなさん、こんにちは。ごきげんよう。今回取り上げるニュースはこちらです。縦講師の例と、ま子様のご結婚。政府の観光需要喚起策、g o t o キャンペーンが好調を見せている。秋の深まりとともに、 全国の観光地や飲食店、宿泊施設などには客足が戻りつつある。14日、自民党の長島昭久衆院議員らが菅義偉総理に対し緊急経済対策として、全国民を対象に支給された定額給付金10万円に、追加で5万円の支給を求める要望書を提出した。菅総理はこれに、そういう方向で頑張ると、しており、 街中では、娯楽費に、学費に、師走の準備に、と期待を寄せる声が聞かれている。11月7日には立冬を迎え、暦の上では冬となる。翌11月8日に、秋篠宮殿下が講師となったことを宣明する縦講師の例が取り行われるが、これを前に、道家では、慌ただしく準備が進められているそうだ。 縦行師の礼が終われば、11月23日には、五国豊上に感謝し、皇祖アマテラス大御神と天皇陛下が、申告をともぐいする宮中行事、ニーナメ祭が待っている。秋篠宮殿下は、縦行師の礼を経て晴れて、祭祀で昇殿できるようになるため、ニーナメ祭が、殿下にとっての祭祀デビューなのではとも言われている。さらに、 11月30日には、秋篠宮殿下が、55歳のお誕生日を迎えられる。12月29日には、き子様のお誕生日も控え、年内は、秋篠宮家に、大きな注目が寄せられそうだ。記事を取得できませんでした。記事 ID をご確認ください。儀式に戦々恐々の秋篠宮様。ところが、 国民の大きな関心を前に、お顔色が優れずにいるのが秋篠宮殿下だ。皇室ジャーナリストの佐藤き子氏はこう話す。殿下は、とても、国民の声を気にされるお方です。平成の間は、雅子さまが療養生活に入られていたこともあって、秋篠宮家が、皇室の光、東宮が闇、という見方をされがちでした。 マコ様や慶子様の麗しいご成長ぶりも国民にとっての癒しとなっており、久人様のご誕生で大変な賞賛を集めました。殿下も可愛い子供たちに恵まれた最高の人生だ。ノリコ、結婚してくれてありがとうと感謝されていたそうで、愛に満ちた暖かな家庭を築かれていたのですが、マコ様の一件以降、 家族関係が大きく様変わりし、こういった事情が影響して、儀式には前向きになれないご様子だとのことです。ま子さまの件により、秋篠宮家は、長きにわたり、大変な逆風に耐えている。昨年のお題代替わりに伴い、秋篠宮殿下の公務は増加したが、殿下はいつもお疲れのご様子だったという。公務が増えたというのは、同家が、 交代指導等の立場になりながらも、お車代が発生する三宅公務も手放さなかったためなので、ある意味自業自得です。ただ、天下ご自身は、そもそも、インドア志向で、外出公務はそこそこで良いというお考えだとか、のりこ様には、総裁職、誰かに譲ってもいいとお伺いを立てていたそうなのですが、三宅公務は、 同家にとって重要な収入源であるため、友人のために根性を見せてよ。とばかりに葉っぱをかけられてしまったようです。そんな殿下は、昨年、お一人でのご公務を増やされた。昨年5月には、日本植物園協会大会、日本動物園水族館協会総会、全日本愛久五会総会、展示会と、宮城県、愛知県、滋賀県などに、 単独出張を相次いで入れられました。すべて趣味を兼ねたご公務で本来であれば日帰りで十分だったのですが、殿下は予定を詰め込まれて現地で一泊の日程を組まれたのです。これについて女性自身でご家族と一緒に過ごすよりも一人でいる方がリラックスできる帰宅恐怖症などと報じられてしまいました。 殿下にとっては図星だったのでしょう。どこにも逃げ場がない、とますます追い詰められてしまったようです。眞子さま、離婚に賛成。行き場を失った殿下のお心。最近では、のりこ様のお誕生日文書での結婚容認発言を受けて、眞子さまとの母子関係は修復されつつあるという。眞子さまは、あのように見えて、 非常に頑固な性格をお持ちです。のりこさまからの歩み寄り作戦が功を奏した格好で、お二人にも自然な会話や笑顔が交わされる日が増えています。一方、まこさまと秋篠宮殿下の親子関係は修復には至っていないそうだ。殿下は父としての愛情から、どうしても小室さんに関してやや厳しい指摘をされがちです。ですが、 これは、ま子さまにとって、最愛の恋人をけなされている形。のりこ様は時より、ストレス発散とばかりに離婚というお言葉を口にされることがございますが、ま子さまが、仕返しとばかりにこれに賛成されることも。先日、縦講師の例の後に発表する予定のま子さまの文書について、両殿下とま子さまの三者会談が行われました。 内容については詳細には申し上げられないものの、小室さんへの難色を示す殿下を、真子さまがなじるような場面もあったとか、かつての可愛い娘に戻ってほしいという殿下のお気持ちが、真子さまに伝わると良いのですが、一世一代の晴れ舞台を前に荒れる秋篠宮家。ご夫妻には、かつての温かで愛のあふれる家庭環境を取り戻していただきたいと、 多くの関係者が願っているようだ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。